そして右側が阪神高速11号池田線の塚本出口となります。 JR 神戸線そして阪神高速11号池田線の高架をくぐってきて淀川区は西淀川区の方へそして柏里の方へ入ってくるということにもなります。 JR 塚本駅の西口の方へと来ました。その手前の方がですね塚本駅のホームがもう見えているんですけれどもちょうどケンタッキーフライドチキンがですねあってそしてこうやってですね飲食店がですねいっぱい立ち並んでいるところなんですがその信号を越えてくるとサンリバー柏里ということになるんですね。このように西淀川区内にある商店街の中ではですねこのような幅の広い商店街もですね珍しいかなというふうには思うんですけれども、まあ、JR 線の方がですねちょっと、遅れが出ているようでその放送というのがですね遠くからも聞こえていた様子が伺えます。サンリバー柏里商店街のいわゆる西側の右手の方には柏里本通り商店街地域コミュニティ柏の里があります。まあ、すなわちこちらが正式名は柏里本通り商店街ということなんですね。左手の方いわゆる南側になるんですけれども小学校の校舎があって、まあ、その手前がですね遊具になっているんですけれども柏里は2丁目から3丁目へ入ってきたところになります。まあ、北側に行くとですね市営住宅の方へ行くことになるんですけれども今回は小学校をですね左に見る形過ぎていくんですがそこを通ってきます。先ほどの校舎が柏里小学校だったんですけれどもちょうどここから左へ曲がって柏里と野里の間の道路左に行くと柏里そして右に行くと野里になります。こちらからもですね柏里小学校の校舎こちら4階建てなんですけれどもそれを見ることができます。左へと曲がる形になりました。まあ、ちょっと犬を連れている方がいらっしゃいましたので、まあ、それを避けるためにですねそちらから行ったんですけれども、まあ、いわゆるですねそこからですね戻ってきている形で進んでいるわけなんですね。そうすると野里公園が見えてくることになります。面積としてはやや広い方なんですけれども正面がこちらになっているわけでそうするとですねそのようにブランコがですね映ってくるんですね。まあ、水道管の柱にしているような感じがするんですけれどもそしてその周りのところにですね休憩場所があってそして遊具類が揃っている広場ですね。コンビ遊具があり小さな滑り台があってそして幼児用のブランコに奥に滑り台そして柵のついた砂場とブランコになっているんですね。そしてこの公園の中にはお手洗いもついてあります。野里一丁目周辺の住宅街の方を、まあ、何度か曲がる形になったんですがそこから南の方に行くと大きな道路の方へと出てくることになりそうですね。信号を渡って姫島通りの方へと戻ってきたことになります。そして西淀川区は花川の方へ入ってきたことにもなります。そして右手の方にはウェルシア西淀川野里店のドラッグストアがあります。そこから姫島通りを進んでくると国道2号線が見えてきたことになります。野里の交差点の手前ですがちょうど地図がありました。今いるところがこちらなんですがそこから姫島通りの方を進んでくるとその先は阪神本線の姫島駅ということなんですね。その地図の左側西側に野里のバス停鳥島車庫前方面のバス停があります。そして野里の交差点を渡ることとなります。その野里の交差点から左右へと曲がると国道2号線ということになるんですが姫島通りの方を西の方へと向かい姫島駅の方へと向かっていきます。そして野里から姫里の方へと入ってきて阪神の姫島駅が近づいてきたんですが信号は渡らずにここで左の方へと曲がり住宅地の中を進んできます。姫里1丁目の住宅街の中もですねちょっと曲がり角が多いところではあるんですけれどもちょうど今阪神5500系の5700系仕様にリニューアルした普通が入ってきたところですが阪神本線の高架が大きくなってきました。阪神本線の高架その奥が阪神高速3号神戸線の高架なんですがちょうど阪神姫島駅の方へと差し掛かってきたことになります。で今回は阪神姫島駅で終点ではありません。
うど今大阪梅田駅急行8000系が通過してきたところなんですが、実はその先に姫島神社があってですね、その姫島神社が大阪メトロのご縁結びのポイントの一つなんですね。ここで阪神高速3号神戸線の高架をくぐることになるんですが、左右に目を向けるとこのようにですね、高架下沿いに公園があるんです。阪神高速3号神戸線の高架下にあるこちらが姫島東第一公園なんですが、広場があるところというところでですね、その阪神本線沿いのところにベンチがあるんですが、そして阪神姫島駅の近くにある公園はですね、空いていましたので、ここはですね、中に入って紹介はできますが、ベンチが2つあって、その奥の方に南側にあるんですけども、柵のついた砂場、そしてタイヤのですね、研ぎ箱が6つあって、その先ですね、ブランコがあります。そして正面の左手には、鉄棒があって、そしてこのようにですね、円形の広場が広がっているということなんですね。その右手が阪神姫島駅ということで、電車を見ながらですね、遊べる公園ということなんですね。ちょうど今電車が通過してきます。急行ということになります。右へと曲がって姫島の方へと入ってきたんですが、そうするとですね、住宅地ではあるんですけれども、商店街を思わせるかのようなですね、作りになっているんですね。右斜めに目を向けると大阪姫島郵便局が見えてきたことになります。2階建ての建物が見えてきて、商店街を感じさせる住宅地の中を歩いてきます。また姫島通りの方へと戻ってきて、姫島の交差点に行きました。そうするとすぐにですね、姫島のバス停があるんですね。そしてそこから右に行くと、こちらが姫島中央商店街になるんですが、阪神の姫島駅へと行くことができます。そうするとですね、姫島の交差点のところに歴史の散歩道の案内がありました。その目的となる姫島神社まではもう200メートルというところなんですが、ちょうどこちらの道がですね、大和田街道になっているんですね。中之島旧浪速橋からは 5.5 キロというところで、浪速橋のところからですね、大和田街道がつながっているということなんですね。そしてこちらの道路が姫島本通りにもなっているんですね。その信号を越えて右手の方に姫島神社があるということなんですね。その神社の西側の方にも公園が隣接されているんですね。こちらの姫島神社はやり直し神社という名前でも付けられているんですけれども、このようにですね、貝柱がですね、こうやって付けられているのがですね、多く目に映ってくるところなんですね。こうやって境内の方がですね、小さな寺院を含めてですね、5箇所、6箇所ぐらいあるでしょうかね。まさにですね、西淀川区のまさにご縁結びの神社ということなんです。そして北側の方には地車の倉庫があって、そしてその手前に姫島神社、赤と書かれてるんですけれども、その火が置かれてあります。そしてこの周辺、猫ちゃんがですね、2匹いる様子が伺えますね。そして姫島神社の左側の方には姫島公園があって、奥の方に夕暮れがあり、そしてその手前の方、道路沿いになるんですけれども、桜の花がですね、咲かし出してきている様子が伺えますね。幅の
こちらもですね、面積の方がやや広いということでですね、まあ、神社も近いということで、まあ、初詣を中心にですね、家族連れの方で賑わうところでもあるような感じなんですけれどもね。今回は阪急十三駅の東口から姫島通りをですね、まあ、通る形、まあ、少しは離れる形にはなったんですけれども、姫島神社まで、時間にして結局1時間15分03秒のロングウォーク、そして距離が 5.06 キロ、7193歩の543キロカロリーということで、まあ、十三から塚本駅までもですね、まあ、姫島通りのですね、近くを通って 2.5 キロぐらいあって、そしてまたそこから 2.5 キロほど歩くというですね、コースだったわけなんですけれども、まあ、阪神線をですね、使わずにですね、今日はやってきて、JR も使わずにですね、十三から歩いてきたわけなんですけれども、まあ、淀川沿いの方を進んでくると、まあ、距離の方がまあ長くなり、そしてまあ淀川通りの方を進んでくると少しは短くなるような感じはするんですけれども、まあ、何よりもこの姫島神社のところがですね、大阪メトロのご縁結びのポイントということでですね、まあ、これで6箇所を征服したということで、まあでも今日はですね、暖かい中でですね、歩けましたので、まあ、いい感じでですね、ウォーキングできたという感じがしてきますよね。今回は阪急十三駅東口から姫島通りを経由して姫島神社までを歩いてきました。